川さん。はい、どうもどうも。斉藤さんですか？そうですよ。私、今ですね、あるところに来ております。斉藤さんもよくご存知の、NHK 隣、産業会館の3階、いいデザインに来ております。いいデザインさん、そして、さっきから私のこと、ツン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 するおじさんがいる。ちょっとやめてもらっていいですか誰？あ、絶ね。うちの中川にお触れにならないように。対じゃないですか。ご無沙汰しております。はい、こんにちは、なんですけれども。このいいデザインといえば、もう有名になってまいりました。ありがとうございます。ツンツンはスマートフォークの意味です。スマートにツンツンしちゃいましょうってやつなんですけれども。斉藤さんのお名刺には、黒くと白とこのぐちゃぐちゃの四角いやつ、あれなんて言うんだっけ？黒いやつ？ QR コード。それです。ついてますか？残念ながらついていないんですよ。時代に遅れてます本当ね。ですね。自分の名刺の裏側に、その QR コードをつけたら、もう斉藤さんの素敵なお声から、お顔から、すべて見られる。これね、斉藤さんが誰かにお名刺を差し上げる。そして、ね、もしかしたらこれ誰だったっけって、見当たりわからないなって、ゴミ箱に下手すりゃ捨てられちゃうかもしれないじゃないですか。そうですよ。ところ本当。が、そのスマートフォークに携帯をかざしたら、斉藤さんがものすごい素敵なドレスを着てですね、ものすごい素敵なハットかぶってですね、素敵なお声で歌って、それが聞こえたら、ものすごいアピールに変わると。それは、そういいでですすよ。ね。本当に。それは、ただの名刺ではもう、すないででなす。いんです。あれ？今の可愛かった、もう一回。それはすでに、ただの名刺では、ないんです。なんだか今私たち、最近コンビニになったって聞きひょこたん。なんか私ここではキョコタンってなってるんですけれども。だって、でもね、そういう QR コードをつけたい。誰だって自分をアピールつしけなきゃならたない。つけたい。ところが、ほら、鈴木さん、これ、高いんじゃないんですか？ぐーんと頑張っちゃいました。ほら、いや、実はこれ普通にやったら、ちょっとお高い。ほら、そうな最んです新のものね。ですから。ところが今ね、すごく渋いお顔しながら、ぐーんと頑張っちゃいましたって、今の可愛かったから、もう一回、せーの、ぐーんと頑張っちゃったんです。じゃあ、そのぐーんと頑張っちゃったキャンペーンについて、鈴木さん、どれぐらいぐーんといきました？4月1日から6月30日、今月ですね、終わっちゃうんですが、登録料1万円だったものを0円。で、掲載料年間1万2000円だったものを0円。で、動画を制作する分も5000円オフという形で、最低1万円からできちゃう。なんだすか、ごい。登録料普段1万円のところが、こう0円っていうとき、お膝が曲がって、せーの、0円。ちょっと見えないのでね、ちょっ見とえ何ともリアクションしようないですけれど、ない。残念、楽見しえそうななこいとだけは伝わっな。ておりますよ。ねえ、そして嬉しいですね、これ。すごいキャンペーンじゃないですか。すっごい、本当にこれはすごいキャンペーンなんですが、急いでください。なぜならば、このキャンペーンはいつまでですか？6月30日。これはデスティネーションキャンペーンに乗っかりまして、なんか6月30日って、6月30日、これはもう日にちが間もなく締め切りですので、そうです急がなね。くちゃなり急まがせなくん。ちゃ。急げ、言いましょうか、せーの、急げ。これ裏返っちゃったから、伝わったもと思ういま一す。回声裏返して、せーの、急げ。急げですよ。これ、6月30日まで無料でできるっていうんだから、皆さんどうぞどうぞなんですけども。さて、このスマートフォーク、実はね、それぞれのメディア、例えば新聞、ラジオ、テレビ、それぞれにメリット、デメリットありますけど、全部それをミックスして、いいところだけを使っていこう。これこそメディアミックスって言うんですけどね。このメディアミックスを使って、つい最近、出ました。松浦さん、あややこと松浦さんがですね、コンサートを行いまして、このメディアミックスをお使いになりました。使わせていただきました。コンサートのご報告をちょっとだけどうぞ。総合文化センターで、500人規模のコンサートをさせていただきまして、ほぼ満席となりました。そして、鈴木さんが作ってくださった、このスマートフォークをご来場のお客様に配らせていただきまして、コンサートの様子を見ていただいております。
ありがとうございます。感謝いたします。はい。そして、はい、まあ、来年の話なんですけれども、うん、来年の4月21日の日曜日に、小山市立文化センターさんの小ホールで、はい、うん、第5回虹を描こうコンサートを開催することが決まりました。決定、早い、はい、よろしくお願いします。もう小山なんですね、次回はね。はーい。はーい、そうなんです。もう、うん、これすごいでしょ。この QR コードに、はい、携帯をかざすだけでコンサートの様子が、はい、もう見られちゃう。見られちゃうんです、はい、本当に。これね、私実は行ったんですが、時間がなくて前半見られたんですが、後半の山場見られなかったんですよ。すごいですよね。このね、QR コードにかざすだけで、コンサートの様子が携帯で簡単にいつでもどこでも見られちゃうっていう、はい、そういうのがメディアミックス。なんで、あ、斉藤さんも一緒にやってた。そう、私も、ついに、ついにデビューしたメディアミックス。はい。ミアラジープラスマガジンの35ページ、はい、あそこに QR コードついてますので、はい、あそこからあややさんの、ページに飛びます、そこから見てますんで、いやー、すごい、ミアラジプラスマガジン、はい、マガジンからコンサートが見られるって、これぞびっくりするようなメディアミックス。佐藤さんも一緒にやってた。そういうことです、はい。で、実は今週の週末にですね、宇都宮の文化祭、音楽の、軽音楽の文化祭があります。はい、この宮城部の方に、実は斉藤さんもね、出るんですけれども。出ます。はい。さん、友達が、お友達が、何歳ぐらいの方？もう還暦近いんですけど、6月9日のデイステージのトリオや。あら、ね、この場所は、オリオン通りの、釜川のところですね。はい。はい、真ん中あたりですかね。デイステージ。はい。あそこで。こちらであるということで。はい。確かもうそういうコンサートも撮っておいて、うんうん、どうでしょう、この QR コードにしちゃえば、みんなに見てもらえるなって思いますけどね。はい。還暦ということで、この、ね、ぎっくりなんてならないように、お気をつけていただきたいと思う。バンド名言っときましょう。バンド名言わないと怒られちゃうかもしれない。RTE。RTE、 はい、RTE、 もう斉藤さんの方のあれとも合わせまして、はい、ぜひとも皆さんで見に行っていただきたいと思います。このね、6月末までのキャンペーン、はい、ぜひとも皆さん、この QR コードの威力、そしてこの PR の威力、肌で実感していただきたいなというふうに思ってます。さて、じゃあもう時間最後になってしまいました。じゃあ、あやさんから一言どうぞ。はい、スマートポークよろしくお願いいたします。はい。はい。あややの二次婚もよろしくお願いします。やだ、みんなお友達思い。じゃあ、私はなんてよ、あ、宮田寺お願いしますか。自分のことになっちゃった。はい。はい。はい、京子さんお願いします。では、これでリポートそちらにお返しします。はい、ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。はい。中川にリポーターに賑やかにお届けしていただきました。 eDareSign、ね、社長の鈴木さんと、そして、松浦さん、あややさんに、ご登場いただいて賑やかでしたね。ミアラジプラスマガジン、皆様お持ちでいらっしゃいますか。35ページに eDesign の、ご案内が載っているんですが、そこにね、お名刺をこう手で持ってどうぞってしている写真が載ってるんですよ。その、名刺にちゃんとね、QR コードがついています。こちらに携帯を、スマホをかざしていただくと、ちゃんとね、そのコンサートの模様もご覧いただけるそうですから、素晴らしいですね。これはぜひ、ミアラジプラスマガジンもゲットしていただいて、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。